若隆は1930年代初頭に活躍した日本の競争馬1932年に第一回東京優秀大競争で優勝した。半兄に初ピーチアペルがいる主戦騎手は函館孫を作。若隆は1929年、千葉県の下宇佐五寮牧場で生まれた。馬所は中山競馬場の創設に尽力したからかなえ一で。 調教を手掛けたのは、中山競馬場の東原玉作りである。3歳になった1932年3月26日、中山競馬場でデビューしたが、初戦は5着に敗れた。3週間後に、東京競馬場で行われた、新古戦で2着に10馬審査で圧勝した。この後、この年から新設された東京有春大競争に、出走した。 この東京優秀大競争は現在の東京優秀に連なる競争である。1932年に目黒にあった東京競馬場で第1回が行われた。一着賞金は1万円。右回りの別定線で現在とは条件がやや異なっている。NHK ラジオによって全国中継放送が行われた。出走馬は19頭立てであった。その中でも 前走10馬審査で圧勝していた若隆は1.95倍の断然の一番人気に押されていた。レースは、箱館孫作騎乗の若鷹が人気に応えて、大塚山に4馬審査をつけ、逃げ切り勝ちを収めた。この時、騎手の箱館は東原が騎場について細かい指示をするのに対し、ごちゃごちゃ言うな。お前と俺とじゃ、腕が違う。今日のレースは俺に任せとけと言い放ち。 意表をついた逃げ切り価値を収めたと、函館の弟子だった鈴木翔太郎は10回している。若田は東京優秀大競争以後も活躍し、提出後商店、横浜特別などの大競争に優勝している。現役最後のトーナメントレースでは、71から73キロの金量を背負い、3日間で2勝2着1回の貫禄を見せた。引退後は、 日高かで馬牧場で国有種護馬としてつなぎをされたようだが、サラ系であったことも災いし成功することはできなかった。産区のほとんどが中間種で競争馬になった馬もほとんどがアラブ競争で走っていたという。1943年に廃用、その後静内農学校で乗用馬として供要され、1945年に慢性廃棄種により死亡した。死亡後、 若隆の亡骸は、静内農学校の幼稚内に埋葬されている。若隆の出走シーンは2012年の日本中央、競馬会、近代競馬150周年テレビ CM、次の夢へに使用されている。ありがとうございます。